こんにちは。賃貸の先イメージキャラクターの若須くんです。本日は奈良市にございます。ハイツ大宮通り604号室のご紹介動画となります。それでは若須くんと一緒にご紹介をさせていただきます。はい。まずはこちら玄関となっておりまして、玄関の方にはですね、下駄箱を置いていただけるようなスペースも確保されております。さあ、玄関入ってですね、すぐ左手側に扉がございまして、はい。こちらがですね、洋式のお手洗いとなっております。はい。では、まず、右手側のお部屋から入ってまいりますが、こちら、洋室ですね。はい。綺麗な洋室ついておりまして、収納の方もですね、このように、はい。奥行きのしっかりあるですね、段タイプの収納となっております。さあ、またですね、こちら。はい。お風呂やね、洗面台など、こちらですね、水回りとなっております。このように、独立洗面台や、こちらがですね、室内洗濯機置き場、またこのようにですね、お風呂場ですね、浴槽もゆったりと使っていただくようになっております。はい、こちらがですね、お風呂場となっております。ではこちらリビングの方入ってまいりますが、リビング行きますとですね、このように、はい、モニター付きインターホンついておりまして、マカス君のおすすめとなっております。またですね、このようにキッチンの方も上下にしっかり収納ついております。使い勝手にですね、キッチンとなっております。はい、お部屋の方もですね、ゆとりのある広さ、しっかりと確保されておりまして、こちらからですね、バルコニーの方にもね、出ていただけるようになっております。はい、バルコニーもですね、だいぶ広く取られたお部屋となっておりますね。はい、それではですね、残り2部屋、こちらですね、ございます。で、まずは和室の方から。はい、こちらですね、4.5 畳ほどのですね、和室となっております。はい。このようにですね、なっておりまして、収納は押し入れタイプとなっております。奥行きもバッチリございますね。また、お隣のお部屋がですね、洋室となっておりまして、こちらもですね、バルコニーに面したお部屋となっております。はい。このようにですね、リビングの方とも繋がっておりますので、開けていただきますと開放感のあるお部屋となっておりますね。はい。それでは最後にですね、マカス君からお知らせの方がですね、ございます。はい、賃貸のまさきでは、ネット予約サービスやお迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは、お客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。